2009年のスーパー GT。2009年のスーパー GT は、2009年3月21日22日に、岡山国際サーキットで開幕し、11月7日8日に、ツインリンクモテギで閉幕した全球戦のシリーズである。2008年までの車両は、国際自動車連盟、FIA または日本自動車連盟、JAF の公認を取得あるいは JAF への登録を行った。 ベース車両の基本ゲイアウトをもとに改造されていた。対して2009年からは、エンジンをフォーミュラ日本用と基本設計が同じ3.4リットル V8 に駆動形式を FR にそれぞれ統一し、パドルシフト、ザイテック製 X の採用や車両寸法、全高、全幅、ホイールベース他も統一するなど大幅な変更を2007年末の段階で、 GT500 クラスに参戦するトヨタ、日産、ホンダワークス3メーカーの同意のもと決定した。そのため、2008年に2009年規定の一部を先取りし登場した日産、GT-R についても、ウェイトハンデなどによる特別性能調整、詳しくは2008年のスーパー GT GT500 を参照を行った上で参戦を認める措置が取られていた。しかし、 いわゆるサブプライムローン問題に端を発する世界、金融危機の影響を受け、ワークス3メーカーにおいても売上高が急減。それに伴い、ホンダが F1 からの撤退を発表するなど、モータースポーツ活動の予算縮小を余儀なくされるなどの問題が発生する中、ホンダ、日産の二メーカーが2009年規定に合致した、マシンの製作が困難になった。 それに対し GT アソシエーション GTA は、工述する性能調整を行い、参加を認めた。その性能調整は、第七戦、富士を前に、見直しが行われ、レクサス s c 四百三十と NSX のエアリストリクター小道が拡大、s c 四百三十十二九点一二十九点四ミリメートル、NSX、二二十十八八点九点一ミリメートル。 された。高騰する参戦コストの低減を目的に、各大会の日程を3日間から2日間に短縮、金曜日の練習走行を廃止することになった。その結果各レースウィークでの早走行距離も短縮され、1台のエンジンを4レース継続して使用することが義務付けられた。合わせてメーカーテストの禁止やレース距離の見直しも検討され、 第3戦、富士については 500km を 400km に、第6戦、鈴鹿については 1000km を 700km に、最終戦、モテギについては 300km を 250km に、短縮することが決定した。これには、コスト軽減以外にも二酸化炭素、CO、o、排出量の削減など環境に与える負荷を軽減する狙いがあり、これらの措置により、 コストが一チームあたり年間で約一0円、CO 排出量が年間で約百トン削減できるという三メーカーの中で唯一2009年規定に合致したマシンで参戦。ベース車両は引き続きレクサス s c 四百三十を使用するが、エンジンは四点五リットル v 八のサンス FE から三点四リットル v 八の r v 八 k g に変更し、二千八年の 合同テストやトヨタモーターズボルツフェスティバル2008で車両を公開している。また、トヨタブランドからレクサスブランドへと変更して参戦することを決定した。エントラント名もレクサスチームに統一された。なお、土屋エンジニアリングが参戦を見送ったため、2008年シーズンに比べ台数は1台減った5台体制となった。なお、 第7戦より前述の性能調整により、エアリストリクタ小道が 29.4mm2 個に拡大された。車両はすでに2009年規定に準拠した GT-R で2008年より参戦しているが、2009年規定のエンジンを新規開発することが困難であるため、2008年まで使用した VK45 で 4.5L を継続使用するが、 以下の性能調整を行うことで参戦が認められた。また、ニスモが1台のみとなり、2008年シーズンに比べ、台数は1台減った4台体制となった。なお、1号車のみ、パドルシフトを採用していない、2009年規定に合致するベース車両が存在しないため、2008年までと同様に NSX で参戦する。 同社の広告宣伝等の観点から駆動方式を変更せず、引き続きミッドシップのままで、またエンジンについても2009年規定の V8 エンジンを搭載するには、車体の改造等が必要になるため、前年まで使用した C32 バイト回、V6 を3.4リットルに変更し使用するが、以下の性能調整を行うことで参戦が認められた。また、トヨタ、 日産と異なり、2008年シーズンと同じ5大体制を維持している。なお、18号車のみ、パドルシフトを採用していない。さらに、第7戦より前述の性能調整により、エアリストリクター小道が 29.1mm2 個に拡大された。2005年シーズンと同様に、ひとつやまレーシングとノバエンジニアリングとのコラボレーションにより、 プロドライブ製のアストンマーティン DBR9 が GT500 クラスに投入される。ただし、一つ山、こう、三清両オーナーの目標は、この年に岡山国際サーキットで行われるアジアンルマンシリーズでの LMGT1 クラス優勝であるため、2009年ルマン24時間レースのレギュレーションに沿ったエアリストリクター小道と最低車両重量とし、第1 3 7 0 0のみに参戦した。 エイプアは、MRS の後継マシンとして、カローラ・アクシオで出場することを決定し、東京オートサロン2009にて車両を公開した。ジム・ゲーナーは、前年のフェラーリ360モデナを F430 風に改造した車両から、新たに自前開発したカイ430に変更。エンジンは、引き続きカイ430用、V84.3 リットルを、 トダレーシングにより4.5リットルに改造されたものを搭載する。また、チーム大ンも回430での参戦するが、こちらは LMGT に使用の車両を使用する。チームモックは、引き続き、BMAC RD320R を使用するものの、エンジンを従来のホンダ製、C32 バイトからポルシェ製のエンジンに変更する。 それに伴い車体も一部改良された。スタディは前年同様グラッドジャパンとのジョイントにより BMW Z4 で参戦。カラーリングは前年同様初ネミク仕様となるが車体カラーリングは新たに一般公募から選定されたものに変更さる。また車両メンテナンスは昨年の朝田レーシングに代わりスタディとアドバンスステップが行う。 R&D スポーツは前年の BMAC RD408R からスバルレガシー B4 に変更し第6.79戦に参戦トラブルにより決勝は出走せずした2009年8月16日にはトヨタ、日産、ホンダの3メーカーが全面協力したイベントとして東京、お台場のメガウェブにてスーパー GT 夏祭りメガウェブ2009が 初開催された。これはレクサス、トヨタ陣営のドライバーで組織される、レクサス GT ドライバーズアソシエーション、ルグダが従来は意し夏に行っていた、ファンサービスイベントを拡大したもので、ドライバーたちによるトークショーやラジコン大会、レーシングカート教室などが開かれた。本来、トヨタの施設であるメガウェブに、日産、ホンダのワークスマシンが持ち込まれたのみならず、 会場には3メーカーのワークスドライバーが勢揃いするという異例のイベントとなった。タイヤイコール、ブリジストン、横浜、ダンロップ、ミシュラン、クムホ、ハンコック。第4戦にスポット参戦したサンダーアジアレイシングは大会主催者推薦によるもので本来の参加資格を満足していないためシリーズポイントは与えられない。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。